私たちは、このリングビーという、新しいスポーツ用具を、作っております。このリングビーは、一見フリスビーに見えますけれども、フリスビーと、だいぶ違うところがあります。一番大きく違う点はまず柔らかいこと。ゴムスポンジでできていますので非常に柔らかいです。それから、形状ですけれども、フリスビーは普通、ひっくり返すとお皿みたいな形をしてますけれども、リングビーは両面がフラットです。そのためフリスビーみたいに投げるだけじゃなくて縦からも投げることができます。それから真ん中に大きい穴が開いているので、いろんな取り方もできる、そういうフリスビーとは少し違ったスポーツ用具です。で、当社でなぜこれを開発したかと申しますと、今子供たちが公園とか広場に行くと必ずと言っていいほど、ボール遊びは禁止、バットを振っちゃいけない、サッカーやっちゃいけないという立て札がありまして、子供たちが、公園や広場で自由に遊ぶことができなくなっています。で、公園で、安全に遊ぼうと思うと、例えばバドミントンですとか軽い、ゴムボールを使って遊びますが、少し風が吹いていると、煽られてしまって、うまく遊ぶことができません。そこで、子どもたちが公園や広場で、安全で、安心して遊べるようなスポーツ用具が作れないかということをきっかけにして、このリングビーを開発いたしました。今、リングビーの普及活動の一環として、小学校の体育で、リングビーを使った授業を私たちが出張授業という形でやらせていただいています。で、昨年度、20校ぐらい小学校もあったんですけれども、小学生と接してますと、子どもたちは、まず思うのは、ボールを投げ慣れてないなと。普通ボールはこういうふうになってますけれども、こういう動作がまずできないことで、これはなぜかというと、やはり遊び場を大人が子どもたちから奪ってしまっているということが一番大きいのではないかなと思います。で、私たちは、指導する立場で学校に行きますけれども、子どもたちリングビーを持つと非常に楽しそうに、嬉しそうに、体育の授業をやっております。で、中でもよく聞くのが、今まで体育があまり得意ではなかった子がすごい楽しそうにやってましたという先生の声が非常に多いです。で、これはなぜかというと、リングビーはまだ世の中に普及してないようなので、スポーツが得意な子でも苦手な子でもスタートラインが同じということで、そのため苦手な子でもうまい子とあまり差がついていないので楽しめるんじゃないかなというふうに思ってます。で、これからも、リングビーを広めるために、小学校を中心に活動していこうと思ってますけれども、とにかくスポーツが嫌いな子を好きにさせるためには、そういう技能差が出にくい、スポーツが得意じゃなくても上手にできるというか、上手にできなくても、うまい子と同じぐらい達成感を味わえる、そういうスポーツを、少しでも広めていきたいなというふうに思っております。で、子どもたちに広めるのと一方で、今はスポコレさんと共同して、大人向けのスポーツを開発しています。こちらは今まだ、ルールを作っている段階ですけれども、月に1回ぐらい、集まって、ルール作りから今、検討して、いずれは近いうちに、形にして、世の中に広めていきたいと思っています。で、私たちの活動の目標としては、大人になった時にスポーツが苦手、体を動かすのが嫌いという方は多いですけれども、そのきっかけっていうのはやっぱり子どもの頃に、体を動かすのが苦手でちょっと嫌な思いをしてしまったとかいうことが非常に多いと思うので、まず子どもたちから、そういう思いを払拭して、大人になった時に体を動かすのが好きだと、いう人を一人でも多く
作れるように今後もすぽこらさんと共同して活動していきたいと思っております。